時間稼ぎ、あのガキたちがこの星を脱出するための時間稼ぎだと。そんな必要はない。でからここででかい口をつくのもそこまでだ。まっすぐ黙らせてやるぞ、このしつこいくたばりとこないね。いいか、今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のようにのことか。クリリンのことか。いきなり貴様から一番の苦しみ、最後に取っておきたかったのだ。戦いはこうやってある程度実力が近くなくなっては面白い。ああ、オラもそう思う。オラたちがやられたら歴史が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が、いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。生きることに誇りを、過去の痛み宇宙でひとつ、ガイアの愛をこの手で守れ。苦しみに打ち勝った時、新自分の利口へ最上級のアスレ光を放つ地球の歴史この手で作れ目覚めゆく世界へと今進め大いなる進化へと今進め遠くの地でお前を呼ぶ者がいる。強き戦士よ、さあ姿を見せるのだ。さらばだ。驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずあなたの実力を見せてください。さすがですね。シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。俺の名前はトランクス。いろいろあって今はこの世界で働いています。見ての通り、ここは俺やあなたが知っている世界じゃありません。時々と呼ばれる時の流れが集まる世界なんです。俺たちはここでタイムパトロール、正しい歴史の流れから外れ間違った未来を生んでしまう歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか？あなたの力がどこまで通用するか、ここで試してみませんか？なんて突然言われても困りますよね。ここには俺の他にもタイムパトロール隊員がたくさんいます。これは終わりと始まりの書、宇宙の時間、歴史の流れ、全てが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。うわ！最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。はっ、にゃー。そうすればお前もお前の息子も助けてやる。せっか、俺はおめえらの仲間になって絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。のお父さんをいじめるな。うわー。この崖！やめろ！なんだと？貴様の知り合いか、三国。いや、でもよ。一緒に戦ってくれるみてえだな。雑魚が何人増えようが結果は一緒だ。貴様、何をする。今だ、これをやれ。魔漢光殺法！ざまみやがれ。何だったんだ、あいつは。お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決と。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。それから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。せっかく生き返ったのに残念だったな。うわこの巻物にも歴史の改変が起こっています。あなたの力を貸してください。俺の思った通り少しは楽しませてくれそうだ。いいですよ、もう少しです。一気に倒してしまいましょう。ってわけだ。さあ、こいつは片付けてやるかな。油断しないでください。ラッパの体でも邪悪な気が見られると思います。あの木に包まれているものは戦闘力が低下に戻り、本来の歴史と違う行動をとるように、歴史通りになるようみんなに加勢してあげてください。でも同じことだ。強すぎる。あまりにも強すぎる。こいつの車でラストが時間を稼がなければなりません。クリームさんとごはんさんは絶対に守りきってください。頭に来たぞ。クリリンもご飯も離れてくれ。あとはオラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん、ナッパめ手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。にのんべだー。うわー大したやつだね、貴様。うわー！くそー！こうなったら大猿に変身してぶっ潰してやる！なんだ？はじけて戻れ！そんなどうだ、これで貴様らはもう終わりだ。ご飯俺たちも行くぞ。は、はい。俺の尻してたまるか。なんで止めるんだよ。これでいいんだ、これで。この杖はオラが一人で倒してみせる。ありがとな。やりましたね。歴史の流れが修正されましたよ。終わりと始まり。それにしてもどうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて普通はありえないことなんですが、誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君がそうしたようにね、トランクス。どうもお疲れ様です。このお方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。ああ、こらちょっとどこに止まってるのよ。っと待ちなさいよ。とても偉いお方なんです。これでもまったくもう。時の火妖神様。ああ、ごめん。君がシェンロンに呼び出された戦士ね。私が時の海洋神よ。よろしくね。こんなですけど、一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。ちなみにさっきの鳥は時々、私の親友ってとこかな。足毛にされてましたけどね。さっきの戦い、いい感じだったわよ。君たち、なかなかナイスコンビじゃない。ありがとうございます。ですが、原因がはっきりするまで事件が解決したとは言えません。一体何が起きているんでしょう。不気味な気を放つ二人組が時間を移動して、いろんな歴史に首を突っ込んでるみたいなの。何を企んでいるのかわからないけど、嫌な予感がするわね。時空を移動する二人組、何者なんでしょうか。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。父さんが義乳に？違う。義乳が父さんになって。すみません。どうか父さんをお願いします。後の詫びの枠に移らお前たちが手上げ込んでみよう。こりゃないですよ、ずるいっすよ。じゃあ行くぞ。お前は聞いたとこにドラゴンボールをお届けしろ。いいな。わかりました。なんか今日隊長機嫌は。気を解放しろ。お？は父さんとボディチェンジ。そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング。悟空、お父さん何者だ。オラもすぐ行くから。分かった、頑張れよ悟空。逃げやがった。放っておけザン。お前たち誰が手を貸せと言った。はっ、何を笑ってるんだ。貴様が強いからだ。ん？ハハハハハハハ。チェーンいけない。なんだ。まさかこんな形で一度殺してしまうなんて。ドラゴンボールを探してきてくんねえかな。この姿なら奴らの宇宙船にも堂々と入れんじゃねえかと思うんだ。お前ならしい。頼んだ。いたぞ。しまった。お前どうしてここに。悟空はどうしたんだ。クリリンさん、ちょっと待って。お前ら隊長。まずい。隊長どうしてここに。お前隊長じゃねえな。隊長ボディチェンジしろ。お前らはこいつらの相手をしていろ。はい。おいグラド様。あいつ逃げやがった。お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。今度こそチェンジ。今です。またしても貴様。でんちゃんでかしたくるのチェンジ。しまっよし、ナイスです。ちゃんと元に戻れましたね。やめたく。やばい。貴様の相手はこの俺だ。とどめだ。死ね。シューズシュート間に合ってくれ。どうやら元に戻れたみたいだな。くそー。今度こそこれだ。シューズ。おい、かねえぞ。勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。こいつら、こいつら歴史を変えている奴らでしょうか。とこいつがずっと俺たちの邪魔をしているのか。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるのに、がっかりだわ。こんなものか。期待外れだ。面白くもない。もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんてできる？そう、だんまりなの。まあいいわ、ミラ。もう少し放っておきましょう。いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだね。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで歴史も正しい流れに戻りました。ようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している2人組が。トワとミラ、そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特にあのミラという男はただものじゃなかった。暗黒魔界の住人よ、あなたたちの時代。時の海王神様。トアは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よ。そしてミラはトアが作り出した最強最悪の戦士。あいつらはさまざまな時代のエネルギーを奪うことで暗黒魔界の封印を解くつもりよ。封印が解けたらどうなるんですか。世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も宇宙も時間も。無事には済まないでしょうよ。そんなとんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。以前時の巣を乗っ取って時空を支配しようとしたとんでもない奴がいたんだけど。この気配は。そんな早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し耐えてくれ、頼む。うわダメだ、これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ。フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんどもしけらども、じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと。なんだ、まだいたのか。目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。できる。勝てるわけないで。たったに恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。綺麗な花火ですよ。何を言い出すかと思えばいちいち勘に触る野郎だ。そこまで死にたいか。いいだろう。私はあと3回変身を残しているんですがね。君にせて私を本気で怒らせたご褒美です。いきなり最終形態になるのに歴史が大きく改変されている。どっちだ。悟空さんの復活が間に合わない。今度は死ぬかもね。貴様らにいいものを見せてやる。まさかお前勝つ自信があるのか。お前だ。まだ戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと話してみて。遅くなったらすまなかった。あとはオラが何とかする。今度は死ぬかもね。お前たちのためにもくだらない。おめえちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいったら神がやるしかねえんだ。元気玉だ。悟空さんは元気玉を使うつもりです。皆さん、なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りきれば、元気玉を切れば、きっと歴史は元に戻ります。このナメッツェと近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気をあげてくれ。解散ぞ。やめろフリーザー。ゴー許さんぞ。よくない。怒ったぞ。ここまでの歴史の流れは正しいものに変わりました。フリーザを倒してください。それで全て終わります。帰れ。俺のリス。ぶっ飛べー。見せてやるぞ 100% の力を。あと5分もすればこの星は宇宙の塵となる。何？いや5分もあれば十分だ。貴様を倒して仲間と共に脱出する。地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。あれはそうか、海王様がドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが随分助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。助けを断るなんて悟空さんらしいですね。でも大丈夫、悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、あの二人は現れなかった。ええ、それがどうかしたんですか？邪魔をしたら消す、奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく2人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。あの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えている者がいる。まさかね。こんな初じゃ。結局真の力とやらを見ることもなかった。死ね。しって貴様何をする。邪魔をするな。もう少しでセルを倒せたんだぞ。こら、俺より目立つな。なんとしてでもミスターサタンを守ってください。彼は死なせてはいけない人なんです。捨て出しなどいらん。俺一人で十分なんだからな。ビッグマンアタック。生きている。シャットゥデメだ。うるさい。おいだだだだだだ。あ、よかった。生きてますね。じゃあいよいよ次は。なんなんだ貴様らは。俺の邪魔をするな。なんだって。こいつも俺の邪魔ばかりしやがって。何が起きてるんだ。サタンの心なんて止めるはずは。これはミラたちの仕業ですね。いきなり貴様無理や。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。相当強い力を送っているはず。きっとミラたちも近くにいるんでしょう。こちらで探してみます。もう少し。ビッグマンの話だ。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。やっと真の姿を見せたか。これで面白くなってきたね。ついにごはんさんが覚醒しましたが、何か様子がおかしいです。ごはんさんの牙はこんなまがまがしいものではありません。これはやつミラたちの仕業だ。いい気になるなよ、小僧。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃない。倒せるさ。いました。ミラたちです。すぐそばにいます。セルジュニア。いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんたしつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギーを。そろそろこいつのエネルギーを回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない。はーあんた、トランクス、なぜここに。俺たちは時空の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるためにだ。そうあんた違う歴史から来たんだよ。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついたわ。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手は俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。がったりさせる。いいぞ、なかなかのエネルギーだ。こいつ本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。まだ力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。どうした孫悟飯。より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でもじきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。死の淵から蘇った私はさらにパワーアップしてもらえる。しまったお父さんのお宝を受けて嬉しいや。本当に殺したかった。ご飯のやつどうしたんだ。急に様子が。無駄たちのせいでしょうか。ご飯さんのパワーが落ちているようです。ご飯さんを助けて手を落としてください。私よりおったあいつ。やったやった。どうやら助かったようだな俺たちは。番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西宮区の南方90キロのブリッジタウンです。これは俺の体がどうなってるんだ。トランクス、君の存在が歴史から消滅しようとしているわ。何ですって。あの二人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえあまり時間はないわ。言ってくれるわね。すみません、お願いします。あなたは。へえ、トランクス以外にもまだ私たちに向かってくるやつがいたんだね。お前も俺たちのおもちゃに。あんたもやっぱり俺がダメなのか。完全にじゃないかななんて。なんとか人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てない。ですが生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな。あら、来ると分かっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた、そう思ってるかしら。残念だけど歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか。体が元に戻りません。それどころかどんどん透き通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだな。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そうだ、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなくこの時代も平和にしなくちゃ。あなたは。何があったんだ。これで全てが終わりましたよ。ありがとう悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でもその前に一つ、あなたは時の流れを越えて俺を助けてくれました。一体何者なんですか。いつかわかるですか。それはどういう。消えた。なんだか不思議な気分ですね。でもこれでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません。ご心配をおかけしました。それにしてもあの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それになんだかまがまがしい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか。心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもうこの世界に出てこれないはずだから。これがスーパーサイヤ人、そしてスーパーサイヤ人2、そしてこれがうわこれがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。何どうなってるんだ。こんなバカなことが起きるなんて。間違いない、あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません、あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇。もしかしたらブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても歴史の流れが変わってしまいます。奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止してください。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。まさか私のミラが押されている。いいですよね。ようやくミラにもダメージが見えてきました。このまま一気に押し切ってしまいましょう。最強は俺だ。そうなってはならないのだ。貴様などに。ついにやりましたね。ミラの最後です。ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。ええんだ。ちょっときついとやるしかねえか。サンキュー、助かったぞ。でもあんまり美味しくなさそうだな。とりあえずみんな殺しちゃおう。いくらスーパーサイヤ人するのが欲しいさんでも古い3人を相手にするなんて絶対に無茶です。それに悟空さんがお前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですかそれは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがやっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったがプレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ時の海洋神。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはずなんだけど、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。また巻物が。ドミグラが歴史の改変を引き起こしたんだわ。歴史を大きく歪ませて時の狭間に穴を開けるつもりね。早く何とかしないと。時の狭間に閉じ込められたまま、ここまで強力な魔術が使えるようになっているなんて。確かにこの時代に地球は一度消されてしまいます。でもドミグラも早く時の狭間から抜け出そうと急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ、歴史の改変が。ええ、ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか。そうね、洗脳の魔術を打ち破るには魂のこもった熱い一撃を体に刻むしかないわ。つまり思いっきりぶん殴ればいいの。あ、本当ですよね。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうがお願いします。俺はまさかお前も俺と戦うつもりか？違う、貴様を殺すつもりだ。改変を食い止めるチャンスがまだ残されています。もやるんだ。ここで終わらせてやる。やります。間一髪です。父さんと悟空さんの到着を待ってたんです。これでブルーを通せば歴史は修正されます。貴様今まで何度地球を救った？なんだよ急に。元気玉の用意だ。地球はナメック星のドラゴンボールで勝ちできる。お前には地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒に魔人ブーと戦ってください。聞こえるか世界の人間ども。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサダン様の頼みも危険というのか。俺が魔人ブーを倒してやるから早く力を貸せんか。サダン、まあしょうがないじゃないか。そうでも言わんとやつに地球を封じ。いけます。もう一息ですよ。なかなか面白い見せ物だったぞ。手間取りやがって。やったのか。やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。しかし、ほんとすげえやつだったな。今度は1対1で勝ってみせる。いやー、お二人とお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？あれ？ん？すごい。本当にすごいですよ。あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのはブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。とんでもないやつですね。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょう。いえ思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。今のところ巻物に変化は見られませんね。ドミグラのやつ諦めたんでしょうか。バカを言うな。時の海王神から私の話を聞いたのだろう。7500万年力を積み重ね待ち続けたチャンスだ。諦めるはずがあるまい。お前が何を企んでも無駄だぞ。魔人ブーを止めた今、これ以上の敵はいないはずだ。果たしてそうかな。もう、ドミグラのやつなんて時代に目をつけるのよ。そんなに危険な時代なんですか。はあ、知らないって幸せなことね。破壊神、ビルス様が地球にいた時の歴史が収められているのよ。破壊神ビルス、そんなに強いやつなんですか。ビルス様。はい、すみません。で、そのビルス様はそんなに強いんですか。もういいから早く止めに行きなさい。万一ビルス様が敵に回ったりなんかしちゃったら、なんていうか、もうあれよ、はちゃめちゃになるわよ。わかりました。ではお願いします。この星にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。ちょっと楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね。ビルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウイス、それはどういう意味だ。この俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの、しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おやビルス様、プリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか。プリンとな。君、そこにあるのを一つ分けてくれないか。ブー、やだね、俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ、よこすんだバカ者。プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ビルス様、どうぞ。ああ、ありがとう。では早速。ごめんなさい。校庭がちゃんとキャッチしないからだぞ。え？だってトランクスくん思いっきり蹴るんだもん。でも今のどうやったの？ぐにゃーって飛んでや。バカ野郎！ビルス様、これはその完全に切れたぞー。ないからもっと痛めつけちゃおう。終わらない。まだ本気じゃないのか。5点。トランクス君、早く5点キスになるんだ。僕たちも行くぞ。そこなんでトミンにそったれがー。すごい、このパワーは国産以上だ。いいね、遠藤さん。赤い手中にアップいかせてください。ウィス、お呼びですか、ビルス様。どうやらスーパーサイヤ人ゴッドというのはお前の言ったようにただのくだらない夢だったようだ。何度も言うが地球を破壊して帰るぞ。待て、諦めて降参しろ。スーパーサイヤ人ゴッドになるには正しい心のサイヤ人の力一つに集めなくちゃなんねえ。オラに力を分けてくれ。いつもの国産大したもんだ。そこなく違う。諦めて降参しろ。おめでとう。どうやら成功したようです。ほら、スーパーサイヤ人どっとになったんか。戦ってみればわかるはずだよ。さあ、かかってくるがいい。もしお前の方が強かったら地球を破壊しないであげよう。気をつけてください。ゾンビぐらいが何か仕掛けてくるかもしれません。大したもんだよ。ああ、諦めて降参しろ。どうだ、ゴッドになった感想は。んな世界があったなんてよ。ほら一人じゃ来れなかった世界だ。不満そうだな。仲間と共にゴッドになったことが気に入らないか。嬉しいさ、嬉しいけどみんなの力が足りなかったらこうしてビルス様と戦えなかったのが悔しいんだ。そのプライドは弱点にあるぞ。くだらないプライドだ。そうでもねえさ、ベジータオラなんかよりずっとプライドを持ってる。その彼はそのプライドを捨ててみんなを守っていたの。ああすごいだろ。ほらちょっと尊敬しちまった。ゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。めったな。強えなビルス様。ん？地球を破壊する。いけない。あの目は本気です。これはまさか。指し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人形。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめなー。おっとっと、あもうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後に魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。何？バカなお前の気配には最初から気づいてたよ。馬術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんてとんでもない不届き者だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ。地球の代わりにお前を破壊してあげよう。お前は悪人みたいだからね。思う存分破壊できるってもんだよ。私この姿で相手をするの限界。まあこの戦い本来は存在しなかったはずの歴史の一つ。激しく戦えば戦う。よかれ、目的は達成できたようだから。なんだいあいつの最後の言葉は。ああ、お帰りなさい。なんで連れてきてるんですか。ドミグラの最後の言葉の意味を聞くためって。でもだからって時の巣じゃないか。久しぶりだな、ここに来るのも。彼らは時の海王神が雇ったタイムパトロール隊員のようですね。あらあら、ママ、これはビルス様、お久しぶりです。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかいを出してきてね。どこにいるのか教えてもらおうと思ってさ。奴は時の狭間に閉じ込められています。しかしそこから出てくるのは時間の問題です。なるほど。狭間に出口を作るために歴史を変えて時空を歪ませていたわけですか。ああ、そう。じゃあ復活して出てきたところを破壊するとしよう。やめてください。この世界でビルス様に暴れられたら時間の流れそのものが破壊されちゃいます。だろうね。だって僕破壊神だから。いや、でもそれは…あ、やめてくれたら今度おいしいご飯作ってあげますからね。おいしい？いや、どちらにせよ遠慮しておくよ、それは。お願いします、ビルス様。ドミグラのことは俺たちに任せてもらえないでしょうか。嫌だね。あいつは僕を利用しようとしたんだ。許せないよ。第一、君たちだけでドミグラに勝てるの？必ず勝ってみせます。俺たちに父さんや母さんを、悟空さんたちを、みんなを守るチャンスをください。ビルス様、ここまで言っているのですから、彼の言葉が信用できるかどうかテストしてあげたらどうです？テストか。いいかもね。僕とウイスを相手にどこまで戦えるか見せてもらおうか。はい、ありがとうございます。ビルス様、私も戦うのですか？ウイスが言い出したことだろう。仕方ありませんね。ちょっとストップ！ここはダメですよ。どこか別のところで。君もわがままだな。はい、わかったよ。時の巣も久しぶりだからね。僕は少しのんびりさせてもらうよ。では準備ができましたら私にお声掛けください。準備できましたか？あ、もういいの？じゃあやる？はい、よろしくお願いします。ウイスは僕の付き人でもあるけれど師匠でもあるんだ。僕たち私たちを相手にここまで戦える。驚きですね。もう彼どちらを見てるのですか？まあまあの強さだったよ、二人とも。それでテストの結果はどうでした？いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。ドミグラを破壊する前に帰ってもう一眠りするよ。その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、ま、それはしょうがないよね。ありがとうございます。帰ろうか、ウイス。はい。ビルス様は一度眠ったら何年かは起きません。あなたたちを手助けすることはできませんから、そのおつもりで。では健闘を祈りますよ。ドミグラとの決戦は近いわ。いい、絶対に負けられないわよ。この世界の運命はあなたたちの手にかかっているわ。はい。あなたも気づきましたか？邪悪な気がここまで伝わっていよいよみたいですね。ついにドミグラが時の狭間から出てきたわね。魔人復活というわけですか。これは早速仕掛けてきたようね。トランクス、時々を頼むわよ。あなたは歴史の修正をお願い。どちらへ？私は私にできることをするわ。さあ早く。今こそあなたの力が必要だわ。これは夢か？一体何がどうなってるんだ？僕たち地獄からよみがえってきたんだよ。おそらく何者かがドラゴンボールを復活させたのだ。ドラゴンボールを悪用した。そいつは何を企んでいるのかは知らない。私は私のやりたいようにやらせてもらう。僕はまずはこの地球を粉々に破壊して、あのサイヤ人どもを悔しがらせてやるんだ。諦めんじゃねえ。ごめんな。この海王神様から話は聞いた。俺らも一緒に戦うぞ。孫悟空、お前が現れるのを待っていたよ。素晴らしい。このフリーザ様をコケにしやがって。フリーザを追い詰めてますよ。一気に片をつけました。りあえず落ち着いたかな。こっちのことは心配すんな。フリーザたちを地獄に放り込んだらナメック星のドラゴンボールで元に戻しとく。トミグラのことは任したぞ。大丈夫、オラも後で追っかけっから。ついにこの時が来た。手に入れたぞ。おかえり、タイムパトロール。遅かったじゃない。時々は我が手に落ちた。これから私は時空を支配する新たな神となるのだ。どうだ、私の部下になる気がないか。過去も未来も思うがまま永遠の時間を生きられるよ。残念だ、お前の仲間は喜んで私の部下になってくれたのに。ふざけたことを、時々を返しなさい。その子はあんたなんかに。神に逆らう者がどうなる。いい気になるなよ。お前も私の操り人形となるのだ。あなたの魔術は通じないわ。諦めなさい。こしゃくな。よかろう、あくまで戦うというのだな。ならば見せてやる、神の怒りというものを。お前だ、私以外の神などこの世界にはいらん。そう澄ました顔を絶望に染めてやる。悟空君。飲みぐら、もう暴れんがやめろ。孫悟空、忌々しい奴め。なぜ貴様には神である私の術が効かない。さあな、オラにもわかんねえ。でもよ、おめえと同じようにオラも一度神様になったことがあったらよ、もしかしたらそのおかげかもな。そうか、スーパーサイヤ人ゴッド、忌々しい。やりましたね、皆さん。あ、すみません。そうだ、時々はドミグラが飲み込んでしまったのよ。早く取り出さないと。許さんぞ。しまった、見つけた。オラに捕まれ。こんなことになる。もはやこんな腐りきった世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国蔵庫が壊れれば全てが、何もかもが消えてしまうのよ。バカ、私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの。すべて消えてしまえ。ドミグラ、やめろ。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの。ドミグラ、やめろ。なんなのだ貴様は。確かにこの杖で貫いてやったはず。そうか、とことんまで私の邪魔をしてくれるというのか。もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力の全てを使い貴様を倒す。後悔するんだな。貴様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。難しくて来るんが遅くなっちまった。なんだと、貴様まさか瞬間移動でここまで。北東区は無事だから安心しろ。結構大変だったんだかんな。よしもういっちょやっか。己の不幸を呪うのだ。私に挑む実に愚か。己の不幸を呪うのだ。実に愚か。10倍礼を言う。うわー、俺が追い詰められている。マジドミグラがこんなことがあっていいはずはない。あってはならんことだ。崩れちまう。急ぐぞ。今回は本当にお疲れ様。あなたたちには感謝してもしきれないわ。ああいう悪いやつがまた出てこないようパトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていましたこれからもよろしくね。じゃあさ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さオラに見せてくれよ。面白そうですね。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのにあなたたちが国蔵庫壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか。そりゃやべえなその一つで光が生まれ、遥かな旅を続け、僕の上に今たどり着く。闇に輝く光あの笑い顔を正座にしてつなげてみたら、僕らが消えた後も誰かのため輝くだろう。旅を続けた光は今地球を照らしきらめく。教えて深い海も突き抜ける優しさ、僕らが生まれる前輝いた変わらぬ夢、消えない愛聞かせて、長い時を超えてきた希望と彼らがドミグラを倒しましたよ、ビルス様。なんだ、僕の出番はなしかい。我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね。いや、そうでもないさ。次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。悟空君、オラの方こそ久しぶりにすげえワクワクしたぞ。また遊びに来てね。あっ引き上げるわよ、今回はね。君が足りない、もっとエネルギーを。そうね、一旦私たちの時代に戻って体制を立て直しましょう。大丈夫よ、いろんな時代からエネルギーを集めて回ればすぐにあいつらよりも強くなれるわ。あなたは私の最高傑作なんだから。待っていろ、すぐに俺が最強になってみせる。タイムパトロールの新隊員候補が集まりましたよ。じゃ、軽く組手でテストしてみましょうか。やりすぎですよ。もうしばらくの間は二人で仕事しないといけませんね。あ